2038年10月28日 AM 9時30分俺は単身中2年たこ焼きいかがですか。2でカフェやってます。剣道部、名前は黒野。今日は待ちに待った文化祭だ。おー盛り上がってるな。あ、お大丈夫ですか。ありがとう、素敵な笑顔だね。どうも。ふう、俺はこの文化祭を大好きな友達と思いっきり楽しんで最高の一日にするんだ。その友達とはこの3人だ。おはよう。おお黒野、あんず飴がここにあんず。何それ面白ー。ウケる。一人目は剣道部部長白井先輩。とにかく面白い人で、しらけたことが一度もない。そういえば赤羽はどこだ。もうすぐ来るんじゃない。うわー赤羽剣山じゃー。おい赤羽、扉を壊すなよ。知るか、蹴っ飛ばすのが一番早いんじゃ。二人目は赤羽、スピード命の男。おはようございます師匠。よしよし。白井先輩のことを師匠と呼んで尊敬している。先輩も一番弟子として可愛がっている。どうするこの扉。直し方を計算する。計算。2×2A=1=5×2、 2/2A=2+1、 直った。すげえ。さすがだな。3人目のレモンはクールで頭脳明晰、上司からの人気が凄まじく友達がたくさんいる。中でも一番の仲良しがレモンちゃん。お弁当。クラスメイトのみゆきさんだ。ありがとう。お揃いの髪飾りをするほど仲がいい。ところで黒野、あの子は文化祭に来るのか。ああ、妹の時音なら明日来ます。あいつも来年単身中に入学するから見に行くって言ってました。会うの楽しみじゃの。そうだな。みんな見て見て、新しい発明品の全自動人混みかき分け機だよ。舞先生。舞先生は毎日理科室で何か発明してる先生。そんなに振り回すと危ない。大丈夫。うわっ、あにゃー、クロノッチ、ごめん。大丈夫です。変わってるけど学校一優しい剣道部顧問の先生だ。とにかく全員集まったし、そろそろ行くか。あ、そういえばさ、今さ、学校にワニがいるらしいよ。ワニ？ほら、ワニ！危なくないのか？いらっしゃい！本物のワニじゃ！すごいの！大きい。ようこそ、単身中生徒会によるワニの館へ。こちらは単身動物園からお借りしたイリエワニのワニーくんです。イリエワニは人食いワニとも言われています。ご安心ください、ワニーくんは僕が、単身中生徒会長糸田が飼いならしてあります。ワニーくんは穏やかで人懐っこいので安心して触れ合ってください。よしよし。すごいの、わしらも触れ合おう。おや、そこにいるのは白井くん。ちぇ、見つかった。君も我が生徒会のワニを見物に来たのかい。よく見てきたまえ。僕ら生徒会は日頃から単身中のために活動してきたから、ワニー君を借りられるほどの潤沢な資金を学校からもらえたのだ。そう、市内を振り回して遊んでいるだけの君たち剣道部と違ってね。あの二人知り合いなのか。うん、糸ダッチは勉強もスポーツも白一致だけには勝てないからライバル視してるんだよ。白井君に負けてるつもりはないがね。あ、ごめん。ま、とわにワニの自慢してな。くそー白井。お母さんにワニの写真送ろう。そういえばレモンの両親って見たことないな。あ、写真見る。おお、やっぱり似てるな。でしょ。おい、今はワニ君を。え、あれ、ワニ君檻から出てない。え、ワニ君が脱走した。うわー、みんな逃げろ。マジか。檻の鍵がちゃんとかかってなかったみたいです。どうしましょう糸田先輩。危ないよ、逃げよう。みんな、黒野がいない。え、止まれ、頼むよ。何やってんの黒野っち。リードをどっかの柱に結んで捕獲するんだ。でも暴れるからなかなか結べん。誰かワニー君の動きを止めてくれ。よし、わしがぶん殴る。待て、ワニと正面から戦っても勝てるわけねえ。不意をつく必要がある。でもどうやって。待って、計算する。計算完了。ワニー君はニワトリ小屋に行く。先回りしよう。
なんで鶏小屋に行くってわかるんじゃ。さっきからずっとお腹が鳴ってたから。ワニー君はお腹を空かしてる。そしてイリエワニは鶏を好んで食べる。だから鶏小屋で待ち伏せしよう。うわー、本当に来た。レモンの言う通りじゃ。さあ行くぞ、一番だし。了解じゃ、師匠。ステイアタック。今だ来るの。よし、結んだ。これでワニー君の捕獲完了だ。すごいよ、みんな。なんだ、私の歯抜きペンチの出番はなかったみたいね。怖いわ。見てたぞ、剣道部。ワニを捕まえるなんてすげえな、お前ら。白井先輩、赤羽、レモン、そして俺、やっぱりこの4人組は最高だ。ワニ君は？糸田先輩、どこに行ってたんですか？ワニー君は剣道部が捕まえてくれましたよ。見損ないました。なんて危険なことをしてるんだ君は。いや、その、まったく生徒会長ともありながら、なんたることだ。剣道部はかっこいいな。くそ、白い。じゃあ師匠、泥だらけなんでわしら顔洗ってくるんで。おう、俺は飲み物買うわ。ん？なんだ冷たいの。眼帯も汚れちゃったな。あれ、どうした黒の。いや、そういえば俺、なんで眼帯してんだっけ。はぁ、あ、何言ってんじゃお前、バカになったのか。なんでだっけ。え、なんだこの目は。な、なんじゃそれ、特殊メイクか黒の。ち、違う、俺にもわからない。え、私も同じ目になってる。なんじゃそりゃ。ま、まさか、うぎゃー、わしもじゃ。なんだ、何が、どうなって。え、ちょっと待て。おい、嘘っちゃろ、今落ちたのって。し、白井先輩。ああ先生。何何何事、すごい音しなかった。え、嘘じゃー、白井先輩。みんな、白井っち、まさかそんな。救急車、警察も呼べ。ありえない、あの白井先輩が自らこんなことするなんて絶対にありえない。じゃあ殺された、白井先輩を恨む人がいたのか。それも絶対ありえない。あと、ありえないことはもう一つある。みんな、どいてどいて、手当てするからどいて。え、やっぱりそうだ、俺はみんなのセリフを。どうした黒の。覚えてる、俺はこの光景を見たことがある。それも一度じゃない、何回も何回もだ。あ、クロノ、どこ行くんじゃ。ショックで俺の頭がおかしくなったのか、どんどん疑問が湧いてくる。昨日何があったか思い出せない。思い出そうとしても今日の記憶しか出てこない。自分の家がどんな形かすらも思い出せない。何がどうなってる。生徒手帳に載ってる俺の住所はここだ。ここに俺の家があるはずだ。え、家がない。なんだこれ、家がないって俺はなんだ、どこの誰なんだ。はは、俺は誰だ。トキネ、これは絶対に違う。思い出した、俺は巻き戻しだ。そう、俺は雪山の任務を終えてレモンと一緒に本部に帰ってきたんだ。そしたら、転送完了、本部に着きました。って、あれ、お、なんだこれ、本部が壊滅してる。どうなってるんですか。どういうことだ。なんじゃこりゃ、本部がめちゃくちゃじゃ。赤羽、あ、ノロマ、アンドロイド、これはどういうことなんじゃ。俺たちにもわからん。今調べていて、あ、状況がわかりました。信じがたいことですが、巻き戻し本部は3年前に謎の襲撃によって壊滅してしまったようです。え、どういうこと。それからもう一つ驚くべきことが分かりました。今この世界では元特急巻き戻しの白井さんが中学時代に死んでしまったことになっています。はあ、何言ってるんじゃ、白井さんは大人として元気にしてたじゃろうが。つまりこういうことです。何者かがタイムスリップして巻き戻しになる前の中学生の白井さんを暗殺し、勢力の弱まった巻き戻し本部を襲撃し壊滅させた。タイムスリップ、巻き戻し以外にタイムスリップできる奴らなんて。はい、間違いなくクロックハンズの仕業です。おそらく最強の巻き戻しである白井さんさえいなければ簡単に巻き戻し本部を潰せると考えたのでしょう。まさか過去に行って白井さんを暗殺するなんて完敗です。だったらやることは一つだ。え、まさかタイム
ップして白井さんを狙うクロックハンズと直接戦う気ですか？おそらくクロックハンズにとっても白井さん暗殺は超重要任務。ということは雪山で戦った起爆よりもさらに強力なクロックハンズが来る可能性が高い。これは今までと比べ物にならない難易度の任務です。 A 級、いや S 級。関係ない。俺たちがリトライして中学生のおじさんを絶対に助ける。2038年単身中学校 AM9 時30分。白井さんはどこじゃ？なんだ？よっしゃ、3人とも。クロックハンズ。何じゃない？ボニー。デリント。え、そうだ。それから俺は全てを忘れて楽しい学園生活を何度も何度も繰り返してた。2038年 PM12 時15分。俺はおじさんを助けに来たんだ。なんで忘れてたんだ。次は絶対に忘れないぞ。リトライ。2038年10月28日 AM9 時30分。俺は単身中2年。たこ焼きいかがですか？2位でカフェやってます。剣道部、名前は黒野。嫌なことは全部しろ。永遠に理想の日を繰り返しなさい。目覚めてください、黒野さん。白井さんを救えるのは黒野さんたちだけです。痛みを感じないアンドロイド、レモン、暗躍する敵組織クロックハンズ、過酷なミッションに立ち向かう黒野、謎が謎を呼ぶ衝撃展開、運命の巻き戻し3巻大好評発売中。初回限定でホログラムミニシール。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。